第3弾パンタジー後期型三色迷彩、SD カードとのサイズ比較の一例ワールドタイクミュージアムは株式会社タカラトミーが発売しているミニチュア戦車シリーズの食眼である造形の企画制作は株式会社海王堂。コンビニエンスストアを中心に商品展開がなされシリーズ01が2002年5月に発売が開始され2006年4月に発売された シリーズ09をもってリリースを休止した。2013年に F トイズより塗装済み組み立てキットとしてワールドタイクミュージアムキットボリューム1ドイツ電撃戦編1940の販売が開始され復活となった。約1、144スケールの塗装済み完成モデルであり、海洋道切手の精密目加減型紙である。 谷明による精密なディテールが施されている。ボックスアートは、高木義士、上田真横山博史などの一流ミリタリーイラストレーターが手掛けている。また、森永用による解説書がそれぞれ付属し、裏話や実践でのエピソード等が、差し絵付きでわかりやすく記述されていた。同じ海洋動性職願、チョコ球が、アニマテールズというカテゴリーにまとめられているのと同様、 当商品もパンツァーテールズというカテゴリーの商品とされている。当時、チョコエッグのヒットで一大ブームとなっていた食玩の世界で自分の好きな戦車模型をやってみたいという同社専務、宮脇周一の意向と主に手掛けていたファイブスター物語関連商品が海洋堂と原作者、長野守との関係悪化により販売不能となり、 活動の場を失った谷の救済策として企画がスタートした。もともとはチョコエックシリーズの一つとして古田製菓から発売の予定だったが、これも古田との提携解消によりチョコ級と同じ宝から発売されることとなった。その谷明造形ならではの精密さや精度の高さとプラモデルと同じスチロール樹脂で成形されていることから手軽なジオラマ製作に向いており、 それまでタミヤのミリタリーミニチュアシリーズなど1、35、スケール主流であった、戦車模型の世界にミニスケールブームを巻き起こした。歌詞は、粒タイプのラムネやドノう型ガムなどが入っており、内容に合わせて、明細色が施されているものもある。シリーズ自体は、シリーズ04までは高い売れ行きを示したものの、シリーズ05、同07そして、同08において、一見、 過去作品の再リリースと思える、ティーガー戦車やパンター戦車のリリースを連発して、シリーズ06及び同09の原用戦車の売れ行きが伸び悩んだこともあり、予定されていたシリーズ10のリリースは中止となり、タカラトミーはワールドタイクミュージアムの休止を決定した。エフトイズよりワールドタイクミュージアムキットがリリースされたが、造形は谷明が引き続き担当している。 発売日未定。ワンダーフェスティバル2015夏にて海洋堂ブースで公開された。既存の金型だけでなく新規金型のラインナップも追加されている。赤外線コントローラーで遠隔操作できる無線操縦式モデル。コントローラーは手榴弾を模していた。エフトイズコンフェクトから発売。造形は谷明が引き続き担当している。 1. 前期塗装2、後退塗装3、後期塗装4、前期塗装5、後退塗装6、海軍陸戦隊7、初期塗装8、後期塗装9、二式名彩1、三色迷彩2、光と影迷彩3、単色塗装4、三色迷彩5、光と影迷彩6、単色塗装7、三色迷彩8、光と影迷彩9、単色塗装1、 ジャーマングレー2、陶器名祭3、二色名彩4、ジャーマングレー5、陶器名彩6、二色名彩7、オリーブドラブ8、サンドイエロー9、陶器名彩1、WTO デザート使用2、GP グレー使用3、英国陸軍使用4、三色名彩使用5、終戦時、w h q 六角摂取使用6、ワット単色仕様7、1956ハンガリー。 ドーランジ仕様8、エジプト1967年第125、戦車旅団第3次中東戦争仕様9、本国配備仕様、1945年、ワールドタンクミュージアムキットボリューム1からボリューム4までにおいて、WTM 公式マスコットがあるとして、月刊、アーマーモデリング誌で、コラム執筆及び軍服モデルとして活躍するともみがついていた。ありがとうございます。